こんにちは。今日のニュースですね。東京ディズニーランド17日から月末までさらに2時間短縮ということで、東京ディズニーランドと、ディズニーシーは、千葉県でまん延防止等、重点措置が延長されることを受けて、来週の5月17日の月曜から、今月末まで営業時間をさらに2時間短縮すると発表しましたと。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営するオリエンタルランドによりますと、千葉県でまん延防止等重点措置が延長されることなどから、両パークでの次の日曜日の16日までは午前午後から午後8時までの営業時間を続けますが、来週の17日から月曜まで来週17日月曜から今月末まではさらに2時間短縮して午前10時から午後7時までの時短営業をすることと発表しましたと。またパークごとの入園者数は原則1日5000人までとする人数制限も継続しますが、すでにチケットを購入した人は入場できるということです。両パークではお酒の提供自粛も引き続き行うということですということですが、4月20日に私、まん延防止ディズニー本日から時短という動画を上げていますので、概要欄に載っけておきますので見ておいてください。ここの時短からさらにまた時短するということですね。もともとのその5000人しから、まあ、入れないのに、まあ、朝早く夜、まあ、夜までやってたらね、まあ、普通に考えたら、まあ、経費がね、売上も、一定になっちゃうので、その経費がかかるっていうのは、まあ、わかるんですけども、たとえこれ1日ね2万人入場しても赤字ということなので、これね、運営はね結構大変だと思いますけどもね。まあ、オリエンタルランドの決算もね、動画で紹介しますので、こちらも概要欄に入れておきますね。もう結構ね、ボロボロというかね、まあしょうがないんですけども、まあ本当ね、これ毎回思うんですけども、ディズニーよりもね、その会社のその通勤電車の方が密ですよね、ディズニーよりもね。で、そっちでしょうと、まずはね。で、コロナのためにね、ディズニーね、閉めるんだったら、もうすべてね、会社ね、閉鎖だよっていう形ですよね。もう国のね、的外れなのね、自粛要請とかね、もういいわって感じですけどね。ユニバーサルスタジオなんてもう全部、全館も営業停止になってますけどね、大阪のね。まあ、それにしてもね、これね、もしね、ワクチン待ちだとして、1日ね、100万回、もうワクチン接種で始まったとしても、計算上ね、日本の、国民の人口を計算しても、ワクチンを行き渡るのが240日後なんですよね。なので、まあ、今日からやったとしても、最短でも、まあ、12月までってことですよね、7ヶ月ぐらいかかると。で、しかもその頃ね、最初に接種したワクチンの効能が保ってるかっていうのが不明で、で再接種がもう必要かもしれないということなんですけども、これもね、もう時間もね、かかるしね、本当これね、どうなのっていうところでね、もう本当にね、これね、命ね、守るのも大変なんですけども、このいい加減ね、これね、一定のね、いつまでやんのってね、いい加減ね、一定の感染リスクを受け入れた上で、その日常をね、どう取り戻すかっていうね、議論をね、する時期にね、もう来てると思うんですよね。もうそういうね、時短とかっていうのにね、そしマスクなしでね、なんか出歩いてる人とかね、まだね、路上飲みしてる人とかね、ほんとそっちをね、もうどうにかしてほしいっていうことですよね。あと前も言ったんですけど、やっぱ19時とかに閉店しちゃうと、その、来園者との、帰宅の、その帰宅ラッシュとね、ぶつかっていて、電車も混んじゃって、逆にね、これ密になっちゃうんだと。一応なんかそのディズニーでは交通機関を使わずに、まあマイカーでね、来店するようにっていうお願いをしているらしいんですけども、駐車料金もね、まあ平常時はなんか3000ぐらいなんですよね、今ね。今っていうか前まで。で、それを1000円だかなんかに値下げしてるので、まあ、マイカー推奨ということなんですけどもね、今の学生なんかね、車も持ってないし、そもそも免許も持ってないとかね、
高校生とかもね多いですからね、そういうのもあるので、やっぱりねその大した効果が出ないどころか、これ2時間ね短縮したところでね、感染防止にはねほぼ無関係、かつその、帰りの電車めっちゃ混むぞという感じですよね。逆に密になるし、やっぱそれね、やっぱそのテンション上がったまでね、あれだと夢の国のままで行っちゃうと、やっぱ喋っちゃうのもしょうがないと思うんですよね。なのでやっぱりアナウンスでね、夢の国はねもう終わりですので、普通に戻ってね静かに帰ってくださいとかね、そういうのをねやるべきだと思うんですよね。もしくはこれ営業するしないとかね大きくね違うんですけども、やっぱりねこれディズニークラスになると全部閉めてしまうっていうのもね、国が補填するのもね大変なので、まあ収益的にね、うん、まあ大きくね影響するからなかなかできないのかなっていうねニュースでした。ということで本日のニュース終わりにいたします。本日のニュースためになったって方、チャンネル登録高評価お願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。それでは、次のニュースでお会いしましょう。さようなら。